1399年から1461年まで、及び1470年から1471年までの間、イングランドを統治した。ランカスター家は、エドワード3世の4男ジョン・オブ・ゴーントに始まる、ブランタジネット家の分家の一つである。加盟はこの家系が、ジョン・オブ・ゴーント以来ランカスター行為を継承していたことによるものであるが、 ジョンがこの行為を獲得したのは、最初の結婚によってであり、その創設は1267年に、ヘンリー3世の次男エドマンドが、ランカスター伯に助せられたことに始まる。エドマンドの長男トマスは6つの伯を兼ね、イングランド最大の諸侯として影響力を強めたが、重帝のエドワード2世と対立した結果、諸領を没収され軽視した。しかし、 トマスの弟ヘンリーの息子ヘンリー・オブ・グロスモントは、エドワード3世のもと、100年戦争で活躍し、1351年に、ランカスター公の称号を得た。ヘンリーには、息子がなかったが、娘のブランシュが、ジョン・オブ・ゴーントと,と結婚し、ジョンが、ランカスター公となった。1399年に、ジョンが没すると、老いのイングランド王リチャード2世は、 ランカスター公領を没収した。これに対しジョンの息子のヘンリー・ボリングブルックが反乱を起こし、同年にリチャード2世を廃位し、ヘンリー4世として即位し、ランカスターアーサーを創始した。これに先立つ1385年、ジョンの弟エドマンド・オブ・ラングリーが、ヨーク公の称号を得て、ヨーク家を起こし、ランカスター家に対抗する勢力となった。 第二代のヘンリー五世は百年戦争で、花々しい戦果を得たが、ヘンリー六世の時代に、それらは失われ、ヨーク家との間にバラ戦争が、勃発。1461年に、ヘンリー六世は、ヨーク朝のエドワード四世に王位を奪われ、遊兵された。ヨーク朝の内紛により、ヘンリー六世は1470年に福井したが、 翌1471年に反撃に出た、エドワード4世に捕らえられ、殺害された。その後ランカスター家は復活できず、1485年まで、ヨーク朝がイングランドを支配した。ヘンリー7世は、母、マーガレット・ボーフォートが、ランカスター家冒険のボーフォート家の出身であった、ことから、大位継承権を主張し、ヨーク家のリチャード3世を攻め滅ぼして、 チューダー調を起こした。ありがとうございます。